あそうコンサートのそうそれね公開されました前編モバイル <laughs> 今日寒いよね本当にバゲモン寒い今日は本当に寒いですだから皆さんあの風邪ひかないでなんかでもなんか周り全然上着とか着てない人を見かけてなんか私はもう結構もうザ冬用,冬用上着ですみたいな。 来てるんですけどなんか全然みんな上着着てないからなんか寒くないのって思うんですけど寒くないみたいです寒いよそう寒いよちなみに。 ヒートテック出したなんかあんなにヒートテックを機内宣言をした次の日にミュはヒートテックデビューしたんですけど全然デビューしなくてもいいくらい暑い日で脱いだ記憶があります夢にミュゆちゃん出てきたのいい夢やないかいそうもう今日はほんとに寒かったあ今日とか着てないですけどもう多分しばらく着ないけど あのその日は来ましたでも全然着なくてもいいくらい暑い日だった意外となんか日の下にいれば全然あったかい日みたいなあるじゃないですかその日はそれで,でも今日とかは日の下にいても風が冷たいからもう無理みたいなでも今日みたいな日は絶対に着といた方がいいなって思いましたね本当に寒いですミー,ートテック羨ましいんだけど。 そういえば今日朝体重計乗ったらめっちゃ減っててやっぱ朝に体重計乗る方がモチベ上がるなって思いました今日はアディダスじゃない今日はスポーツスポーツシャツみたいなサッカーシャツですシャツじゃないけど全然 <laughs> でもあのこれは結構パーパーしてあの寒かったこれ結構パーパーして寒かったのであのヒートテック着てこれとかがちょうどいいかなって思いました 朝は人間の体重めっちゃ減りますなんかやっぱ寝る時が人間って一番カロリー使うわけですよそうそうだからあの朝って本当にあにむくみとかもなくてすっきりしてたらめっちゃ体重減ってるんですよだって 1.5kg 減ってたよ昨日の夜から朝何もしない寝ただけだよそうそうだから本当に朝乗ると体重減ります <laughs> パーパーっていうのは、こう風通しいいみたいなパーパーです。はい。そう、毎朝あのー、測る方がやっぱモチベは上がるかなって思いました。なので、明日の朝測って体重が増えてるか減ってるかが大事。だから、昨日は夜測ったけど、今日は朝測るとかだとはう。それはもう統一性がないから。 でも朝体重測ろうってならないんだよねたった今スペシャル対談がうっすらポストされてたということでおお、シャチモナカさんの X を見るしか、ね、パーパーって言わないんですか名古屋弁らしいけどさ名古屋の人しか言わないんですかパーパーってそうそう頭がパーパーはちょっと違いますね <laughs> パーパーって言わないんだじゃあこれから使ってくださいみんな,なんか今日は服の風通しがいいなパーパー」「あ服がパーパーやからか」とかなんか窓をパーパーに開けて空気の入れ替えしようみたいな「なんかこの部屋寒くないあ窓がパーパーだからだ」みたいなねっギョくるみんさスクランブル出演だったんでしょ いつ発表されたんですかパッパラパーは <laughs> あれはパッパラパーパルパーパ,パパーあそうそうガラ空きって感じ夕方発表されたのすギョいねやばいねええー、くるみくるみお疲れ様すぎるあれ次の ちかさんの生誕がクルミンだっけもうバーバパパはもう全然違うけど可愛いあのピンクの巨人みたいなやつですね じゃあ20日もくるみん公演ってことイエーイすごいユアニャンもすごい心配なんですけどくるみんも本当にすごいので大拍手でみんなお願いしますあ誰かの耳やったみたいなのは見ました <laughs> 見ました見ましたいっぱいよしよししてあげてくださいはいもうなんか はいいっぱいよしよしします明日ユアニャに会えなくなってしまったみかんのむき方楽しんできて <laughs> そうそう誰かの耳とシアターの女神やったんだシアターの女神懐かしい「シアターの女神」テレビやグラビアより「 輝いた君が好きだ <laughs> ねえ明日みかんのむき方じゃないんですかマキコさんと愉快な仲間たちウィズ・オシリンさんみたいな <laughs> すごいくるみー確かに須田さんのイメージあるステージー頑張って ているとみ,たいなみんなに聞いていたよ懐かしい須田さんの卒業コンサートでやった記憶がありますしやったあの女神確かに今日 YouTube 生配信もありましたもんね素晴らしい。 コール合戦だったんだへえちょっと全然見れてないごめんなさいねそうそうあ劇場版ミカンデンビ v 見に行くんだええ自己紹介まで今日あれだったのに、ね、youtube だったんだねへえなんかキャッチフレーズとか切り抜いてもおもろいのになぁと思いませんか tiktok に <laughs> 誰のキャッチフレーズバズりそうかな。K. ツーでしょ。K. ツー誰がバズりそうかな。あーああいやね確かに。 でもちっシンプルだからななんか「う,うえ!」みたいな <laughs> インパクトがあるとあー糸見きね確かに確かに「確かにしみお」も確かに確かに確かにりかちゃんも結構インパクトありませんなんだやねみたいな「<laughs> うみたいな <laughs> ハッピキョッピーハッピキョッピーもういいですね確かに確かに中ちゃんはちょっと長いからキャッチフレーズが <laughs> 長いなっていつも思ってるんで元気娘だけでいいかなとか思ったりはしてるんですけど うそうああ「えなたんスマイル」であなたのハートを狙い撃ちズッキュン確かにズッキュン可愛いかも中、はい、坂はあの長くもともと今のキャッチフレーズで短くなって戻りました <laughs> そう 喉はだいぶ落ち着きました。でも笑ったりするとまだあのギョギョする時があるので、あの笑わかせないでください。そうそう。ふふふ。 んですよ。おおなかなったでも今日夜ご飯食べた時間が6時とかなのでめっちゃもうヘルシーはいヘルシーですね またこの人名前変えてると思ってますか思ってますいつもは7時とか8時 <laughs> 今日はもう合流してすぐご飯食べた今日友達と遊びに行ってたんですけどハゲちゃんと「久しぶりに会いました!」はいやっぱめっちゃ喋りましためっちゃ喋ったしめっちゃおもろかったねはい寂しいですー ここちゃん確かにバズりそうめっちゃ久しぶりだよ本当にでなんかいつも同じ場所行っちゃうから今日はちょっと違う場所に行こうやって言ってあの違う場所行って大人でした大人ですけどキッズでした <laughs> ココちゃんはあのもともとショールームのんていうんですかショールームのってかオーディション時代にあのブーン部長って呼ばれてたのでブーンって言うんですよ、はい、ブンブンゴマが大好きな家庭科部部長でブーン部長ですザ・大学生って感じえもうマジザ・大学生って感じだったえこれ結構ガチで <laughs> まず見た目めっちゃ大学生やみたいなめっちゃ大学生やって感じだしなんかね 大変そうでしたすギョいってなった <laughs> そうキャピキャピではないけど <laughs> そう大変って勉強があったこと。 勉強が大変なのがあのね何が大変なのかはちょっとかんないですけどあの<笑>,笑わくせないで <laughs> あの本当に大変そうでしたなんかこうか大学生の時間割というものを見せてもらったんですけどなんかすごい上手な組み方してるらしいよわからんけど私にはわ <laughs> からんけど上手な組み方してるらしくてなんか はこういうい感じでみたいな色々教えてもらいましたへみな感じでそうでも結構まあまあ難しいこと学んでるらしいのでそう「すごいね」って <laughs>「すごいね」って言いましたあのまあゴリゴリ文系なんですけど中坂さんはなげちゃんはもうめっちゃ理系なんですよそうそうだから「すごい」みたいな「すごいね」 フフ <laughs> 言って、ね「バイトしてんの?」みたいな「バイト先教えてもらったから行くね今度」って言ってきましたそうそう 興味湧いたえー、でも大変そうだった <laughs> 今日も寝坊したってか言っててでも大変だろうなって思いました <laughs> 寝坊したのって はい「バイトするならどんな職業がいいですか?」ということであの中坂はもう絶対に接客業がやりたいんですけど今,今っていうかもう結構永久的にずっと興味があるのはビールのおり子さんですはい「髪切ってない」ちょっと髪どうなんかさどう思いました皆さんあのー、アイスホッケーの日の長さどう思いました唇荒れまくりなんだけど。 うん。<laughs> 痛い、痛い、なんか、ちゃ、んお酒飲めんやん、いや、私は飲まないよ、売るだけですから。らあの日の長さ可愛かった、ありがとう。 あそうアイスホッケー公式動画上がってるのでファンの方が何分からだよってめっちゃ丁寧にポストしてくれてたから皆さんよかったら見てください売り子はななぜやってみたいのなんか結構ずっと昔から興味があってやってみたいなって思ってたんですよ本当に SK に入る前からなんか大人になったらビールの売り子さんやりたいなってずっと思ってたから,からただの興味なんですけどでも普通に接客業っていうか なんか飲食店とかでもレジ打ちとかホールをやりたいみたいな感じ <laughs> そうそう「豊下」には売り子さんはいないと思ってるバックスタンドにはいないですねでも天皇杯とかであの水穂とか行った時はいましたでもセレッソとかいるって聞きますよねよどこか。 いやハードなのはもちろん分かってるんですけどちょっとやってみたいですね可愛かったえ嬉しい <laughs> 可愛く撮れたからねえ嬉しい写真見たよありがとうね <laughs> ちょっとお子さんと写ってるやつはあの私が「いいね」することによってみんなのおすすめに流れてきそうなのでちょっと「いいね」控えちゃったんですけどちゃんと見ました <laughs> そうや FC 岐阜行ってても全然大丈夫でしたよ重いやつ持てる まあ結構なんか中高中高もうこうは分かんないです中学校の頃普通に1 0ロくらいのリュック背負って毎朝買うってたのでいけますいけますリュックさん見たことありますあ日産いるんだパナスタにもいるんだへえー、チアはね全然やりたいと思わないです体が硬いので <laughs> え大変そうだよねいや大変なのはもちろん分かりますユアスタモビールの鬼子さんいるんだもう今年も J リーグが終わりそうだねえー、そうだからそろそろあの <laughs> 後半戦シーズン後半戦の振り返りインスタグラマーになりたいんですけど町田くらいから振り返ってないからねはいだからサッカー連投ストーリーになるかもしれないんですけど許してニャンそう メッド,ライフドームの前夜の時売り子さんいたそうなのすごい来年は普通の日程で再来年が特殊な日日程なんですよねそうそうジェリーグねなかちゃん腰がおばあちゃんやからいやそうなんですよ <laughs> あ水みずほもいたんだそうそう 私結局何試合見に行ったのなんか冬ちゃんが21試合見に行ったらしくてあのよくさ冬ちゃんってめっちゃ多分ファンの皆さんの SNS いいねしてるからおすすめに流れてきたのにファンの人が多分冬ちゃんが今年行ったあの試合みたいなのをまとめてて多分なんかそれをなんか数えたら冬ちゃん21試合くらい行っててすごっって思って私も数えたら私も21試合行っててすごーってなりました。対抗はしてないですよ でも普通にすごいじゃないですかふえちゃんはだって本拠地が広島のチームを応援してて名古屋にいるのに21試合見に行ってるんですよめっちゃすごいじゃないですか私はもう本拠地名古屋だしなんなら私は岐阜も応援してるからこう2チームを見に行ってるんですけどそれで21試合なのでふえちゃんは多分日本代表以外ほぼ広島じゃないですか,か広島の試合しか行ってないじゃないですかで21試合でしょめっちゃすごいなって思いました素晴らしい <laughs> そうそうジェリーガワードは12月10日ですにゃーリーナちゃんが猫耳つけてたかわいいにももんか耳つけた方がいいとか言ってねなんかこうやってすぐ耳が出てくるのがねおもろいですね <laughs> あこれ頭長いくなっちゃうんだよねそうそうそうなんです ふいちゃんはファームも行ってるからすごいと思う長良川とかも行ってたよね <laughs> スポーツ観戦ってくくり難しいね <laughs> 野球でも34試合しか行ってないよ4試合かなえなちゃんえなちゃんと23試合行ったな2試合3試合2試合かなえなちゃんと2試合不参加 4人で1試合不算と1試合4試合ですねでもね。っはバンテリンしかいかないですからそうなのそうなのこれはあの、はい、ハロウィンの日のショールームで使ったやつですにゃんそう本当にそうなのよだってひあのふえちゃんマツダスタジアムでも結構な頻度で試合見てるし岡山とかでも見てたじゃないですか からなんか普通に地元に帰るのにめちゃくちゃ交通費かかるじゃんしかも広島なんてさバスとかで行ける距離じゃないからさ大体、ま、多分基本新幹線で帰るわけじゃないですか新幹線で広島までって交通費どえりゃあどえりゃあやで <laughs> でも中坂さんも来年は広島に行きたいそうなんです マンテリンのチケットは全然取ったことないのでわかんにゃいですそうなのそうなの厳島神社見たことある広島に上陸したことないもんあの通過はあります山口に行ったので福岡にも行ってるし <laughs> そうなんだからすごいなーって思いますね本当にでも野球のうらやましいところはもう平日にも試合があるところですねもううらやましいまあ別にサッカーもないわけじゃないですよ水税金税全然あるので行こうと思えば行けるんですけどねでも今今期、まあ、ちょっとグランパスを優先していたとは言いつつも そう岐阜はちょっとねアウェイ断念結構たくさんあったから多分名古屋グランパスはいける試合全部行きましたね <laughs> 怖ーいそう怖いですいや全然予定組みやすいわねでもどうなんですかね ちゃん絶対めっちゃ忙しいからその合間を縫って行ったり仕事終わりに行ったりみたいなのが多すぎてそこの行動力はすごいなと思います本当に来年はあの月1くらいで誘ってよって <laughs> 言いましたやあの普通にスポーツ観戦が好きなので「雪も見たいっ」っルールがわかるスポーツはやっぱ見てて楽しいのでね 変えていきたいですねでも来年は野 <laughs> 球のルールはわかります最近ももたん出没してるみたいな、ね、あみっちゃんがあってましたねなんか可愛かったももの絵文字で 隠れてて可愛かったアイスホッケーのルールはまだいまいち全然分かってないでもなんとなく試合がなぜ止まったかくらいはわかりますわかるようになったでもまた見に行かないと忘れちゃうからね来年行きたいですねインフィールドフライ分かんないですでもフライだからなんか高いボールですかそれともエビフライですか <laughs> モータンがみっちゃんのオーディションの年齢っていうのに笑ったねびっくりそっかもうそんなお年齢なんだね,ねバスケは普通に見に行きたいんですよねオフサイドとアイシングが分かればなんとかなるアイシング分かんないかもオフサイドは分かるけどエビフライの尻尾もエビ天の尻尾も食べます タッチアップわかる聞いたことはありますかきフライかもアジフライかもじゃあそうかも <laughs> ホームラン弁当とか食べるのねえんか結構あのー、玉弁って言うんですか食べたいなと思うんだけどあのー、結局いつも食べないでも一回コラボメニュー食べたことありますどの選手か忘れちゃったんだけど このはいあの私が今このサッカーオフシーズンに入る頃にえ結構ひそかに気になっているスポーツイエーイまず1つ目今週末に開催されるまあおそらく見に行けないでも SK48 はラブサやが出ますラリージャパン、まあ、スポーツなのかはちょっとグレーですけどラリージャパンみたいで2つ目えー、ラグビー ラグビーは結構ずっとえなちゃんと見に行きたいねって言ってるので気になってますそして3つ目ドクドクドデン今度 SK いきますねちかさんいずりんさんゆうねちゃんかなハンドボールハンドボールはちょっと TikTok、ok、で見てめちゃくちゃ興味が湧いたので見に行きたいなって思ってますそして4つ目今話題中バ,レーボールバレーボールは今全くチケットが取れないと噂で聞きました えー、あとはね何があったかなでもこれくらいかも、うん、バスケも普通に気になってます愛知県バスケ強いからね他にも皆さんおすすめのスポーツあれば教えてくださいよろしくお願いしますあウィーリーグも行きたいかも中坂さんは でもあの一つ言うならば中坂さんが結構好きなスポーツはやっぱ得点が入るスポーツかなって思っててだからあんま見に行くっていう概念が個人的にないなって思ってるのが陸上とか水泳とかやってたんですけど水泳とかね陸上も <laughs> やってたんですけど見に行くっていう概念あんまなかったりとかあとは結構大人数スポーツ好きなので。 テニスとかバドミントンとかはなかなかちょっと見に行こうかなっては今のところなってないのでまずはこの辺から <laughs> 見に行ってみたいなと思いますただ普通にラリーガが,が気になってるので、あのー、いあの普通に <laughs> 今年行けたらよかったなぁと思いました去年からずっとラリーが行ってみたいラリーが行ってみたいなと思ってたのでラリージャパンねそうなんです ただもう今週の土日は家から絶対に出してもらえないので <laughs> 厳しいかも <laughs> そうそうなんですボウリングは私も結構絶望的に下手くそなのでもうあんま興味ない <laughs> そうなんです男子バレー全然取れないらしいんですけど そうでも男子バレーが面白いよってこの前来てたおばさんが熱弁してくれたのでおばさんはもうバレー部バリバリキャプテンあちなみに中坂のママ坂もバレー部元もともと副キャプテンだったのであのその中坂のママ坂系とママ坂の血筋はみんなバレーやってるんですよ。あのママ坂のお姉ちゃんも妹もやってるのかなでママ坂のお姉ちゃんの娘たちもみんなバレーボールやっててもう本当みんなバレーボール 一家なんですけど中坂 <laughs> だけ通りませんでした <laughs> そうなのそうなのセパタクローやカバディには興味あるカバディはあんま分かんないんですけどセパタクローはあのすごいちょっとやってみたいなと思ってた時期ありましたでもリフティングできないので断念でも見て見たことはあります楽しそうだよね でもすごい難しそうだなって思いますよく見てると、うん、<laughs> そうなんです、うん、e スポーツは全く分かりません <laughs> そうそうなのそうなの 三沢はラグビーの試合もやる。え、そうなんだ。でもそれでそれ言ったらトヨスタもラグビーやりますよね。そうそう。あのシーズン開幕前まではラグビーやってるようなイメージあります。そうなのそうなの。アメフトも面白い。あのラグビーとアメフトに関しては全くルールがわからない。バレーボールバスケハンドボールもあんまわかんないけどこの辺はギリギリなんか見てたらわかるような。テレビとかでよく見るからなんとなくわかる。 でもハンドボールラグビーアメフトは全く分かんないですねでも気になるやっぱ身長伸びるんだでもまさかバレー部だったけど私より身長低いですそうそう ちなみに競馬の面白さは異常、はい、競馬とかボートレースとかはまあ激戦区ですから <laughs>、はい、でもなんか絶対に向いてないんですよ中坂なぜならもうか分かるじゃんみんなギャンブラーなの <laughs> 一度手を出すとねよくないからやりませんできる限り。 もう絶対にどハマりしちまうよ私いろんなスポーツがあるんやなぁと感心するねそれなそうだからもうん、全然スポーツ大好きなのでルールがわからないのに見に行きたいのえそう見に行きたいのなんか興味が湧くきっかけっていろいろあると思っててなんかラグビー見に行きたいなって強く思ったきっかけは あのーまあ、トヨスタでラグビーやってるよっていうのを知ったのとたまたま名疫でラグビー選手見た時に「おすごい!」って思ってなんかやっぱオーラ全然違って全然名古屋の選手とかじゃないんですけどでもなんか全日本とか選ばれてる選手がたまたま名古屋駅にいて「うえーすごい!」って思ってなんかすごいラグビー見に行きたくなりましたやっぱバスケとかバレーはめちゃくちゃ今話題というかやっぱテレビとかでも見たことあるし 日本バレーボールってあの代表の選手が意外と日本で活躍しててなんかこうサッカーは野球もそうなんですけど野球も日本代表が意外と日本にいるじゃないですか <laughs> でもサッカーって日本代表ほとんど日本にいないんですよだからなんか日本代表が日本で見れるのすごいなって思ってなんかすごい見に行きたいなって思うしバスケはシー、まあ、ホース見た時にやっぱ楽しいってなったから普通にまた行きたいなって思いました そう <laughs> なんかさ野球の時もそう野球の時とかもなんかうわーみたいになるんですよ。とかこの前も侍ジャパン見に行かせていただいた時に牧選手だって牧選手もだって d n a にいたりとかするじゃないですか。うおーみたいなうわーってなるから <laughs> なんかすごいなって思います。 ミー,ハーやんやミーハーでしょ入りなんてみんなミーハーじゃないんですかスポーツってだって大谷選手出てたらみんな見るじゃんテレビ <laughs> 私も見るよそうそう WBC ですやんえそうだよ WBC 見てたからめっちゃ <laughs> そうそう WBC 見てたから「うおー代表だー」ってなって今プレミア12みたいな見てて「うお」ってなるんですよこれがもう本当に見派です <laughs> 源田選手も「うお」ってなりましたよ <laughs> 国立か国立までは、まあ、ちょっと結構厳しいかもしれない昔はサッカー選手の海外挑戦はすごいことだったんだよということそうですよねなんかそのイメージあります昔は今どのスポーツもそうですけどやっぱなんかやっぱ日本から最初に海外に行く人とかそのまだ海外に行く人が少ない時に海外に行くことってほんとすごいなってことじゃないですかそう。 でもなんか今その海外,海外選手っていうんです海外で活躍されてる選手が多いのはやっぱなんかそれだけこう日本の,、まあそのサッカーのねランキングとかもめっちゃ上位になってきましたけどやっぱ日本人選手のもうレベルがめちゃくちゃ高いから普通に海外のなんていうんですかチームが使いたいと思う。 とか今までその日本人ってめっちゃすごいんだなっていう歴史をたくさん築いてくださったレジェンドの皆さんがいるからあいやこのレジェンドたちを輩出した日本なら絶対にいい選手だっていう,もうなんかもう積み重ねですけれどもそういう過去があって今サッカーはすごいたくさんそうそうあれしてるのでいいことなんですけどまあでも国内の同カテゴリーチームに移籍してしまうより海外に移籍 された方がなんかうううううってならないから、<laughs> そうでもなんか普通に、でも個人的に国内移籍するとそのチームに知ってる選手が一人増えるからちょっと嬉しい、だから、そうあまるまる選手だって普通になりますね。<laughs> そうそう。 ねえこんな先輩がいたいスケイティすごいよねって言わいたいねそのこんな先輩になりたいですね <laughs> デラモリ食べてきたのカジケンねいいなーカジケンの結果発表っていつなんだろうもう結構みんなうずうずしてるでしょう絶対私もうずうずしてるんだけど あ次回の放送なんだおじゃあもう今週末じゃんドキドキワクワクまあきっと S ですよね <laughs> 応募券はミは応募しないよ当たっちゃうから絶対に <laughs> 仕方なくやばいそうそう ね研究生コラボ見もめっちゃ気になってる引き強いもんねそうなんですよ私引き強いんですよ応募するの忘れてた大丈夫12月までだよ12月11日くらいまでだよ確か月1でカジキン行ってほしいまあなんか仮にさ年パス当たったと当たったっていうか ゲットしたとしてさ結構出すの勇気いるよね <laughs> これでって言う結構さ勇気いませんかだってメンバーですみたいなものじゃないですか <laughs> そうちょっとちょっとだけ勇気いるよね自分の選択肢あっちゃっちゃったのはドンさん ドヤ顔で出そうやばい <laughs> そうそう秋田で使ってくださいやばい秋田遠いなねえ 年パス使ううんやって思われちゃうねいや使わせてくださいそこはって思いますけどね <laughs> 確かに毎日行くとちょっと癒やしいから <laughs> 毎日行きたいよね気持ちはだって年パスだもん使ったもん勝ちだしそういえばインウォーターとトレカデザイン変わるねということでそう明日から新デザイン販売開始らしいので皆さんよかったら中坂ミュウウォーターゲットしてくださいあとトレカも <laughs> ね菅原さん一家は秋田まで食べに行ったすごいすげョギョギョギョすギョ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  S 公園見に行って中坂さんいいなって思ったらおしましおしまししちゃおうよおしましおしましちょうど明日劇場行くなということで じゃあ中坂引いてきてください <laughs> コンプできなかったすごコンプすご <laughs> 使用履歴残るやつだったらやばいね確かに <laughs> ドキドキしちゃうんだけどそんなことでも中坂はあのー、まあ今ちょっとコラボ終わってからカジケンさん全くいけてないんですけれどもあのファンの方が食べてたなんかチーズバーガー味みたいなやつとあとカルボナーラみたいなのが食べたすぎるのでちょっと早く食べたいですそれがとりあえず。 今日は全チームお水完売すごい。中ちゃん太田ーター1本確保できました。一応水はみんな飲むんでしょ容器は置いとくけど。ゆずぽ4連すご引き強。<laughs> え、確かに発表されたらやばいね。中坂は392回。一日よ、一日一杯じゃないやんけみたいな。一 <laughs> 日一杯じゃないやんけみたいなね。 いいな SK ウォーター飲みたい飲みたいやっぱ違うのかな味非常用に備蓄やばいうれしいでも非常用になった時はあのラベルを剥がしてこう蛍光灯みたいにさえ使った方がいいから気をつけてね体積やばいやばい体積やめて <laughs> 体重じゃなくて体積なのやばい 挨拶してるやばいおはようみたいなあの野菜シスターズのあっちゃんくらい爽やかなおはようでお願いします中ちゃんとゆうねさんでした今年ということでなんか誘えばさなんか気になることがあってなんか、まあ、中坂のファンの皆さんの中では まあこうめっちゃ初期から応援してくださってる方もいれば SKE48 っていうグループ自体はねまあ最近ファンになったよって方もまあいらっしゃるかなって思うんですけどあのねさまざまだと思うんですけどなんか中坂のファンの皆さんは先輩のことを「まるまるさん」って呼んだりするじゃないですか「みおまるさんは」とか「ゆずぽさんは」みたいなみんな呼ぶじゃないですかも。もちろんいや ととかるっって呼ぶ方もいらっしゃると思うんですけもそれと一緒でなんか最近気づいたのがなんか11期のファンの皆さんに「みゆさん」とか「中坂さん」って呼ばれてるなっていうのを感じてなんかファンの皆さんにいやもちろんね中坂のファンの皆さんの中にも「中坂さん」って呼んでくださる方結構たくさんいらっしゃるんですけどなんか「まるまるさん」って呼ばれてるの面白いなって思いました。 <laughs> なんやねんっていう話なんですけどこの長々と喋ってなんやねんって話なんですけどなんかよく考えたらなんか皆さんにまるさんって呼ばれてるのってなんか不思議だなって思いませんか <laughs> 思いませんかやっぱみんな推しメンと同じ呼び方をしちゃうってことなるほどねあるあるなんだねやっぱ。 パパ坂やママ坂は先輩のことなんて言うのママ坂はまるさんって呼びますけどパパ坂はもともとタクなのでもう呼び捨てです <laughs>、はい、呼び捨てですそうそう推し基準なかなか先輩になったってことか 中坂さんがい,い,いや中坂さんはだいいぶ距離ないいや中坂のファンの皆さんでもなんか「中坂さん」って呼んでくださる方いらっしゃるじゃないですかでも別にあの呼び方にこだわりない人なので「もう私」って分かれば別になんて呼んでいただいても構わないんですけどなんか距離あるなーみたいな <laughs> 感じしますねでも一時期ファンの方に「中坂」って呼ばれてた時期あるから <laughs> 面白いよね。 なんか結構入って1、2年目めっちゃね、その辺でファンになった方は結構中坂って呼んでくださる方多いかもしれない。中ちゃんのせいでワイもくるみん食べたいもん。<laughs> 聞き慣れて呼ぶ方、呼ぶ呼び方一緒になるどうかなるほどね。やっぱ聞き慣れてるのかなプロフィールを参考にしてます。なるほどね。いまだに中坂、中ちゃん、みゆちゃんと何と呼べばいいのか決まらない。 中坂か中ちゃんのイメージは「アミチュワーンか <laughs>」「アミチュワーン」か気づいたらシャーシャン呼びになってた <laughs> やばいシャーシャーンって呼ぶんですかみんなもキョッピーみたいにおしめと同じで「みゆちゃん」って呼びが近も全然「みゆちゃん」でもいいですよみゆちゃんって呼,び呼ばれ慣れてないんですけどね私がみゆちゃんだとあの松川みゆちゃんの時も振り向いちゃうのではいあの みゆちゃんとか言われるとみゆちゃんのことかもって思っちゃうのでまみ、あ、ーたんなんですけどねニこってネームはそう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 なんて呼ばれるのが一番嬉しいの、まあ、なんかしっくりくるのはファンの皆さんから呼んでいただいてかちゃんかなという思うんですけど、まあ、別にそんなこだわりはないかもなんか めっちゃ特殊な呼び方してきたらおおーってなっちゃうけど、まあ、基本的に何でもいいかなって感じです家族内では「中坂」です <laughs> いいですねあるあるでしょうあるある遺産 <laughs> とかふさんの配信見た後だと「中坂」呼びしそうになるあー確かに「中坂」って呼んでますからね十一期ちゃんの10会の時みゆちゃんではなく「中坂さん」っていうえー、すごいこだわりありがとうございますなんかずっと「中坂さん呼び」です いいですねまマサナは呼び捨て嫌だったらしいねみやマサナちゃんって呼んでました <laughs> そう中ちゃんかみゆちゃん重機期配信見た後だとみゆさんって呼びそうになる基本中坂さんそう中坂みゆちゃんもいいですよ長いけどね読みづらいでしょみんな中坂って中坂って さあから空気が漏れるでしょう中坂さんか美羽の二択になりますけどどちらがもどちらでも全然 <laughs> どちらでも全然ほんとは「なかちゃかちゃん」って呼びたいなかちゃかちゃんの方が結構呼びづらかったりしますからね光吉さんみたいなイントネーション「なかちゃーん!」ですねそうフ <laughs> フ <laughs> ちゃんが特別な呼び方してる後輩ちゃんいる いや結構みんなスタンダードなので特別呼びはしないですねでもなんか最近リーナって呼んだりココハって呼んだりなんかとあのー、呼び捨ていいなってなってるミクルって呼んだり後輩を呼び捨てで、まあ、呼び捨てで呼んでしまうのはねちょっと申し訳ないけどなんかさ先輩感あってかっこいいなって思いますよね。 確かに家族には「今日は中坂とトーク会なのよ!」とか呼び捨てしちゃう <laughs> おもろい <laughs> その会話おもろいからまた聞かせてください名字で呼ぶのは菅原だけかなえ確かに菅原さんって菅原さんかもねまやさんって最近呼んだりします同性からするとあだ名呼びなんか恥ずかしいあ逆にねなるほどねみゆちゃんでもなかちゃんでも何ちゃんでも嬉しいですか そうそう同期の中であおみさんは中ちゃん呼びじゃないそうあおみさんは結構スタンダードにニックネームを呼びしてくれますそうなのそうなのスタッフにはどうやって呼ばれてるの でも最近のスタッフさんはみんな中坂さんかもしれないでも昔からいる方は中坂ですね急ュはみんな中坂ですよそう確かに。 中中中坂も中坂坂ものこと中坂って言っちゃうんですけど重,重複がすごいな中坂って言うんですけど時と場合によってあの使い分けてますよあ私っていう時もあれば中坂っていう時もあるあのおすすめはラジオとかは中坂って言うんだ方がいい <laughs> そう某有名マネージャーさんは中坂ですお時間大丈夫そう 今 What time is it now ですみゆっていう時もあるじゃんみゆっていう時もありますみゆはの一番素ですねでもほとんど出ません最近私生活でみゆも23分じゃあ30分になったら終わりましよ。そう私も、まあ、出る時と出ない時とありますでもなんか言ってから後悔するからみゆとか特に <laughs> そう 11期は指定してないけどみゆさんって呼び始めてくれて「えっみゆさん呼び嬉しい!」って11期に言いまくってたらみんなみゆさんになってた嬉しいだから結構12期もみゆさんってあの呼んでくれた子に「えっみゆさん呼び嬉しい!」とか言うとなんか気づいたらみんながみゆさん呼びになってるからみ <laughs> ゆさん呼びしてもらってるちょっと中坂さんはあの本当に距離遠すぎだから言いづらいだろうしね中坂さんですからもうさ作業空気漏れちゃうから。 誰から呼び始めたんだろうでも「S 公演」で初めてから結構ミュウさん呼びかなって思うからくるみんとかきょっぴーとかあずあずこの辺だと思います「お日さミュウはーって言ってたのがめっちゃ可愛いって言ってた嬉しいです でも結構素で出まともとみゆはだからだからさなんかまだドラフトの候補生っていうか名前が出てない頃の候補生ショールーム審査時代にもう小6なんて特にみウはのピークだったからもう出ないように出ないようにでも猫かぶってると出ないけどこう素でしゃべり始めると出ちゃうんですよ。34回くらい結局みウはって言った気がするけどまあいいかってなりました。 に九期はもうなんかもうミューってバレてたじゃんほぼほぼミューってバレてたから <laughs> なんか九期はなんかミューはーって言ってもあ <laughs> んってのはいっちゃったくさみたいな <laughs> そんな感じでしたそうなのそうなの十期はみんな中坂さんですでも全然 いいよそれでって思ってて思もうね逆に1期とはもう5年くらい一緒にいるわけじゃないですかで5年中坂さんなの今更「いや三重に変えてよ」とか言えないからそうそうでもアイドルは絶対に名前一人称可愛いと思います んですか呼び方の,のあの距離感は縮まってないんだけど普通にめっちゃ喋るしこの前のてつなとかみおたんとかみきちゃんとめっちゃ喋ったしこの前りかちゃんと結構喋ったしみたいななんかねみんなが知らないところで結構ね親交深まってますそう年上だからさそう難しいっていうところはあるんですよね 浮かめていきます大好きでみくると話してるのは見るねそうみくるとはもう、まあ、同じチームだからもうめっちゃ喋るね12期のサータン指をしたいサータンはサータンかもしれないサータン12期はなんて呼んでるかな ココハサータンみゆちゃんまつかみゆちゃんミみゆちゃんって呼んじゃうみゆちゃんいわにゃんかキれなあでも結構スタンダードニックネームかもさつきちミアビームこっちゃんこっちゃんこっちゃん <laughs> こっちゃん連発こっちゃんココミンココミンこっちゃん <laughs> はなちゃんはなちゃん はな,ちゃんはなちゃんやなはななんはななんはなちゃんはななんはななんかも <laughs> さやちゃんさやちゃんはさやちゃんかなうんみくるはねあの中坂さんですよ そうココハはみんなにココハって呼ばれてるからココハって呼びます呼びますそうリーナちゃんもそうゆうねちゃんとかあざあもリーナって呼んでるからリーナって呼んじゃうように最近なっちゃったでもリーナちゃんってリーチャンって呼ばれたいっていうリーナちゃんに願望があるのであればもうすぐに変えますそう中坂美優さん いいないですでも中坂美羽ちゃんはいます真希子さんは絶対私のこと中坂美羽ちゃんって呼びますだからきっと松川美羽ちゃんって呼びます <laughs> そうそう 三十分ですかじゃあそろそろ終わりたいと思いますケロケロよーいしょよいしょ12 明日は朝はね早くないでも今日はちょっと夜更かします読みますグレーの猫さんハートハート世界さん稲なりえた年のうさぎさん稲なピースさんキラキラいなりん世界さん稲なりんガロウさん扇いなりん扇稲林世界さん稲なキラキラブスさんキラキライナリンえくろみちゃんさん11周年稲なやばい11周年稲なやばい ッいなりん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 クロミちゃんさん11周年ラブチョコ寿司さん緑のだるま世界さんいなりん中坂パジャマさんたらのむたらのむたらの音符ミラーボールニキさんだるまマイク持ってる女の子さんファいなりんえンミラーボールニキさんハートバイク猫さんわかるうんうんうん中坂パジャマさんたらの音符黄色の巨人さんキラキラいなりん世界さんいなりん中坂パジャマさんたらのむたらの音符ぶえー マイク持ってる女の子さん、いなりんバイクの子さん、レインボーズンダマンさん、いなりん、マイク持ってる女の子さん、11周年、いなりんぬんぬんネコさん、キラキラいなりんズンダマンさん、いなりんマイク持ってる女の子さん1 1周年いなりんヌんヌんネコさんキラキラいなりんズンダマンさんいなりんマイク持ってる女の子さん大ギいなりん、バイクの子さん、レインボーランスルラスカーさん、ブラーボー センターゲノノコさん、イナリン、ク猫さん、キラキライナリン、メガネさん、お花ずなまナさん、十一周年男子がシガヒルさん、十一周年ュネ、ウキーさん、キラキライナリン、キランノさん、ハートずなまマさん、ハート、ダシガヒルさん、キラキライナリン、焼きさん、十一周年白の鳥さん、キラキライナリン、カッパさん、レインボー、白の鳥さん、キラキライナリン、オマシアンさん、アンイシテルー。 ダンシング・アヒルさん、ハート、カッパさん、キラキライナリン、黒猫さん、オーギイナリン、ヒヒンさん、えー、キラキライナリン、中坂パジャマさん、タラーのムタランのムタランの、オープン、センターギョののこさん、11周年、タつ年のウさぎさん、イナリン、ダンシング・アヒルさん、11周年、マイク持ってる女の子さん、レインボーピースさん、ハート、ポッキーさん、キラキライナリン、サメさん、イナリン、センターギョののさん、ハート、中坂パジャマさん、タラーのムタランのムタランの、オンプル・ル・ルーネコさん、11周年、イナリン、オーマシャン、1 1周年、ワンワンさんかわいいメキキマッチワン、チャンさん ピースさん、ハートネギネギさん、十一周年、サイリュムシャンシャンさん、イナリン、イナリン、センタケさん、ハートピピヘビさん、トランのオンプサイリュムシャンシャンさん、イナリン、イナリン、ルルンネコさん、イナリン、キランノのさん、ハートシュ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 さん、イナリン、ひよこさん、キノコサイリュムシャンシャンさん、イナリン、シュシュシュネさん、イナリン、サイリューシャンシャさん、イナリン、キラノさん、ハートシュ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 ネコさん、イナリン、イナリン、ラブチョコずしさん、キラキライナリン、キラノのさん、ハートシロノクマさん、キラキラキ えー、長坂寺馬さんたらあの音符ええー、なんだろうこれはマリモですか <laughs> マリモに乗っている猫さん十一周年稲ナえン、ー ワンワンさん十一周年、イナリンピースさん、ハートワン,ントワン,ンさん、イナリン、イナリン、センターキさん、十一周年、イナリン、ルンルン猫さん、結婚して、マリモに乗ってる猫さん、オギーギイナリン、アンマンさん、結婚して、センターキさん、ファイブイナリン、ポンポンブリーさん、十一周年、イナリン、ムキムキマッチワンチャーさん、十一周年、パンチングヒツジさん、ワカルウンウんウンウンウンさんウンウンパンチンウ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 ンうんうんウン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 ウピウンウピさん十一周年キラキライナリンキラキライナリンウンウ猫さん十一周年ウンウン オギイナリン・トゲトゲ・頭さん稲荷、イナリン・ピピ・ヘピさん、イナリン・ピー,ース・サイス・マイク・持ってる猫さん、十一周年、イナリン・マリモ・猫さん、キラキラ・イナリン・シマさん、キラキラ・イナリン・ピースさん、ハート・ピピ,ーピ,ピ,ーピ,ピ,ーピー・ヘピさん、タラン、ンプ・パチパチ・ピースさん、ハート・キーギー・サイナリン・ル・ネコさん、イナリン・ピースさん、ハ<地>ー <の感 picky> ト・ラブチョコズさん、イナリン・ピ・ヘピさん、タラン、ンプ・キラ・のさん、ハート・キーギーサイナリン。 ピースさんハート、キラーノのさんハート、おきいさん、イナリン、メガネさん、お花、ピースさん、ハート、トイプードルさん、キラキライナリン、キミちゃん、リラックマさん、ハート、おきいさん、イナリン、のノさん、十一周年、白のクマさん、十一周年、イナリン、キラーノのさん、ハート、トイプードルさん、キラキライナリン、ピピヘイプさん、ダルマ、ガロウさん、キラキライナリン、ピースさん、レインボー、ミラーボール肉さん、ダルマ、キラーノのさん、ハート。 バイク猫さん、かわいい、ムシャラスカルさん、ハート、ミラーボールニキさん、ハート、ヒヒンさん、キラキライナリン、ピピヘピさん、レインボー世界さん、イナリミラーボールニキさん、ライフありがとうございます。他にもギフト投げてくださったたくさんの皆さん、ありがとうございます。イーイありがとうございます。ということで、皆さん今日もたくさん、本当に今日すごいたくさんの量です。ありがとうございます。今日もうですね。ありがとうございます。パチ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 ,パチ。 川島がダブル役満親かぶりしたらしいわらわらということでね、なんかすごい面白いことなのかすごいことなのかわかんないですけど、多分きっとすごいんでしょうね。すごーい。ということで、皆さん今日もたくさんのギフト本当にありがとうございます。拍手。めっちゃすごい。ありがとうございます。それではランキング読みたいと思います。 今日の中身73位はでげでげでででん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 えーなんだろうこれはハートマークのクマのアバターのひらまっちゃんさんですありがとうございますイエーイ。ということで今日の73位の方そして狙ってくださったおしい皆さんありがとうございますいえーいえーいでは続きまして20位から読みたいと思いますいきますせーの えーさんトミッチさん山号さんカーチューさん山田アルさんソーラーさんアーマちゃんさんありがとうございます。ということで今日の20位から10の皆さんありがとうございます。次え次13位から見ます13位ノットさんありがとうございます。ココミンカエルケロケロ。<laughs> 12位、カツリンさんありがとうございます。サメ、シャーク、シャーク、シャーク。11位、北の SK、カラカラさんありがとうございます。ランスルラスカルルルルル,ル,ル10位、タクタクさんありがとうございます。真っ白、にゃんにゃん、にゃん。9位、トゥフェスさんありがとうございます。ウキー、ウキー、ウキー。ウキー <laughs> 8位はー、ワミさんありがとうございます。正解は、丸い。 7位、泣きがらさん、ありがとうございます。ラブチョコ寿司意外とうまい <laughs> ?6 位、スーパードライさん、ありがとうございます。バイクネコ、ブーン、ムムムムニャー。5位、ダーダーマツさん、ありがとうございます。ああああ4位、アンディさん、ありがとうございます。怪獣ガオ

皆さん今日も配信を見ていただきありがとうございました。コメントをしてくださった方、星やギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪トショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、アメブロのチェックよろしくお願いします。ということでですね、えー、明日も夜配信10時とか10時半くらいからになると思うので、よかったら見に来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お手振り、お手振り。<laughs> はい。<laughs> 危危ない危ないい今日の3連単大予想はうん,さんああ大誤算かすりもしませんでしたねということで6187盛り上がりありがとうございました。あと うるさん真集まだなんですけど <laughs> あとドレスのグッズ今日までなので皆さん緑長坂ゲットしてくださいよろしくお願いしますそれでは終わりたいと思います皆さんまた明日の配信も見てねよろしくお願いしますせーのばいちゃーじゃんけんぽんあっちむいてほい今日の合言葉はうードレスすなかちゃんバイバーイ おやすみなさーい。おやすみー。バイバイ。